ここでダンスの試験があるんだ。あれ？どうも、こんばんは、エネムです。さて、ジャックジャンの主人公、立花キサルートが終了しましたので、ここから個別のルートの実況プレイに入っていきたいと思います。今回、入るルートはですね、ダンスルームの隅に座っている人。はい、高階沙羅文。文のルートを進んでいこうと思います。座っているだけなのに、なぜか目を奪われる。受験生じゃないみたいだけど、誰だろう。でまあね、解放されるスチルも全部回収していけたらなと思います。では、今からダンスの試験を始める。いけない。試験に集中しないと。受験生には、本学生の模範演技を見ながら、同じように踊ってもらう。時間は90分間。インターバルを挟みながら行う。めちゃめちゃ試験官、イケボなんだけど。お手本は、本学生の高階沙羅文くんだ。よろしく。よろしく。もう次っすか？はぁ、適当に引き受けんじゃなかった。何時間も踊りっぱなし。バイト代出るっつっても、これじゃ割に合わないわ。高階、そういうのは承諾する前に言いなさい。もうすぐ交代の生徒が来るから。はいはい、わかりました。ただクォーツのアルジャンヌは安くないですからね。フミはさ、この赤いジャージ、上下の赤いジャージに赤いブレスレットに、赤いピアスに目も赤いんだよね。赤がめちゃくちゃ似合う。赤とか青とか、なんかその単純な色がね、メジャーな色が似合う男の子はマジでかっこいいと思うわ。語彙力。あれ、ジャンヌってジャンヌのトップの？でもそうじゃない、青とか似合うやつマジかっこよくない？しかもクォーツのアルジャンヌって1年の時からアルジャンヌに選ばれ続けている人だろ。そんなにすごい人なんだ。すごい人だぞ。じゃ、手本ちゃんと見とけよ。でもすごい人数を相手にしてるけどね。すごい躍動感。それでいて指先まで神経が行き渡ってる感じ。これがクォーツのアルジャンヌ。はい、どうぞ。え、やばい、見とれてた。振り付けを覚えないと。はい、終わり。ダメだ、立ってらんねえ。あんなのついていけねえよ。まあ初見だしね。初見というか。もっと体力つけないと。ご苦労さん。ではこれから歌唱の試験、それから面接と続くので、呼ばれるまでホールで待機していてください。お、フミのイベント出てるね。行ってみようか。校門前。まあ序盤だから見たことあるやつだと思うんだけど。お、何やら険しいご様子。あれ、フミさんと着物を着た男の人がいる。ユニベールには一度も来たことがなかったのに、どうしたんだよ急に。イチスケ兄貴。あー、これ見たね。高階流を継げだっけ、なんか家を継げとかそういう感じだっけ。兄弟で話すのは久しぶりですね。フミさん、どうしてもあなたにお願いしたいことが。フミさんのお兄さんみたい。二人とも顔が険しい。弟に対して敬語っていうね。やはり高階の家を、高階日曜の名を継ぐのはフミさんしかいないと思うのです。うん、やっぱこのゲームは、このゲームというか、この舞台がさ、舞踏っていうの、踊りとか舞とか、何々流とかさ、歴史とかさ、地とかさ、すごくなんか絡んできてるから、裏の設定とかで。やっぱあれかな、フミのルート最後まで行くと
どうしてもその家のことが重要というかね、絡んでくるのかな。知ってるだろう、そういう古いしきたりに嫌気がさして俺は家を出たんだよ。だいたい家には兄貴がいるじゃねえか、それでいいだろう。そうそう、こういうのってさ、家を継いだりなんかするのって俺長男の仕事だと、仕事というか役割だと思ってたから、もうなんかそういう考えで古いのかな。舞にかけてはならぬ花、私にはお前のような花がないんです。どんだけ私が一番わかっている、弟の方が優れてるといえど、それも兄貴、長男が家を継ぐのもしきたりというか風習というか習わしというか常識みたいな感じなんじゃないかな。東大である父上だってあなたのことを認めています。うん、高階の歴史と伝統をつなぐためにもあなたが家を継ぐべきなんです。今すぐにでも。え、今すぐ？だからどうかこんなところにいないで戻ってきてください。勝手だな。俺はユニベールの生徒なんだ、高階の人間じゃねえ。じゃあ。フミさん、家も名もお前には取るに足らんことだろうね。でも高階日曜の名はお前を求めているのだよ。まあ兄貴も一助兄貴もね、まあ内心悔しいというか、うん、思うところはあるんだろうな。なんか最後はかっこよくフミがなんか家を継ぎそうだね。なんか自分なりの考えを持って、親の言いなりじゃなくてなんか自分で家を継ぐことを決心したりしそうだけどね、かっこよく。お前も妙なところに居合わせんな。あ、そうか。またキサは、まあ、盗み聞きというかね、こういう場面にばったり居合わせるから、多分あれだろうな、この背景のさ、この校門のなんていうの、石の柱あるじゃん、門がついてる、あの裏にこう背中合わせでこうピタッと張り付いたんだろうな。すみません。フミもずっと分かってたのか、それとも今気づいたのか、通り過ぎて。ちっと場所変えるか。まあ言ったもんだね、入学してからこの方ずっと音沙汰一つなかったってのに。フミといえばダンスルーム。うちさ、日本舞踊の家元なんだわ。高階流って言うんだよ。歴史は玉坂座に比べるとちっと浅いけど、200年以上続いてて、生まれた時から扇を持たされるような家だ。小さい頃は親父や兄貴の真似事していつも踊ってたよ。でもさ、成長するにつれて踊り以外の部分が見えるようになってきたんだ。踊り以外ですか？古い慣習、閉鎖的な匂い、むやみやたらと膨らんだプライド、歴史の檻だよ。歴史の檻。現に親父は俺が外に興味を持つのを嫌った。俺に家を継がせたいから逃げられたくなかったんだろうさ。でもそういうもの全部に嫌気がさして家を出たんだ。フミさん、そんなことがあったんだ。そういえばフミさんの舞見たことがある。入学式の時だ。フミさんの踊り綺麗でした。うん、入学式の時遅れて挨拶に伺ってフミさんが踊っているのを見たんです。ああ、あったな、そんなこと。あれがうちの舞だよ。あれが高階流。とても綺麗でした。夢中になるくらい。どうなんだろうね、素人目が見てさ、まあ何々流とか名前はそら出てこないけどさ、あ、全然違うねみたいな、わかんのかな。あ、すみません、その家のことで大変なのに。ああ、いや違う、なんつうのかな、嬉しくてさ。嬉しいって
思っちまうんだなって。ふみさんはお家の舞を大事にしているんですね。うん、やっぱあんまりあれなのかな、家の高階流を褒められて嬉しいと思ったことがなかったのかな今まで。そうだ、うちの舞はさ、型にはまらない自由さとついと目を引く艶やかさを重視してんだよ。そもそも高階の品は品を作るの品から来てるからな。うん、しなるとかだよね、柔らかく。そうだな、こんな風。あれか、あの出会いの時のスチルも確かストレッチしてたよね。あれも高階流のなんて言うんだろう、イメージというか、まあ踊りだから、あ、体柔らかいですよっていう最初の第一印象というか。額の角度は目は流してやって、顎を引きゃ、どうよ。ふみさんすごい。体の隅々までしっかり意志が通ってる。ふみさんの体に染みついた日本舞踊の美しさが、アルジャンヌにも通じているのかもしれない。これキサは女の子だよね普通に。いやもうなんかでも男子校っていうさ、前提があるから、みんなどんだけ可愛くても、いやでもね、こういうユニベールだし、こういう子も来るんだなみたいな、鈴みたいに思うかもしれないけど、女の子だよな。これがフミさんの武器なんだ。お前すげー見てくんな。あ、すみません。ジャンヌに迫られてじっと見つめ返すなんて、とんだ色男じゃねえか。そんなつもりは。お前案外ジャックに向いてるかもしんねえな。こっからね、どんどん習得していくから。とお前と話してたらモチベが上がってきたわ。ありがとな。このままダンスの稽古でもしようかね。せっかくだし、お前も付き合いな。はい。おお、キサ、ここにいたんだ。探してたんだわ。なんかフミの学生服姿、学ランっていうあれに入るのかな、ブレザーではないよね。学生服姿、久しぶりに見たような気がするんだけど。お前、今日暇？今から町に出るんだ。付き合えよ。ジャージのイメージが強いね、赤の。はい、ぜひ。平穏だね。でもこれ団子食べる会かな。俺こういうさ、和風のなんて言うんだろうな、観光地、この京都みたいなさとこに住みたいんだけど、京都ってなんかそんなにあれですよね、あの住む人気の都道府県のランキングそんな高くなかった気がする。玉坂坂も姫彦通りも嫌いじゃないんだけどさ、向こうは人が多いからどうにも目立っちまう。フミさんはクォーツのアルジャンヌですもんね。お前も声かけられること増えてきたんじゃねえの。新人公演でアルジャンヌやってんだから。しかしジャンヌだけじゃなくジャックもやるとはね。こういうのってどちらかに専念しておいた方がいいんでしょうか。役者によるんじゃねえのかな。スーなんかはジャックで経験積んだ方が良さそうだし。スーズがジャンヌやってる姿もう全く想像できないけどね。逆にクロは一つのことに専念するの無理だろう。気が多いからな、あいつ。ま、新人公演で主役張ったやつが次の公演から役を転向するってのはそうそう聞いたことねえけど、でも人と違うことやってるときは自信持っときゃいいぜ。それが売りになっていくからな。で、疲れたときは一休みってな。抹茶と落雁ですね。
落雁ってさ、何なの？羊羹みたいなやつかな？俺知らないんだよね。うん。ここの落雁、甘さが上品でさ、舌に乗せるとほろりと溶けるんだよ。まあ、和菓子っていうのはわかるんだけどさ。ん？ほんとだ。次から次に公演があるからな。暇見つけて休まねえとな。そういやお前、いつからユニベール目指してたんだ？目指したのは中3の時です。中3か。ユニベール目指す前はどうするつもりだったんだ？進学？それは中学を出たら働くつもりでした。へえ。やりたい仕事あったの？ああ、その家がちょっと。家がちょっとね。はあ、家支えるつもりだったんだ。支えるなんて大げさなものじゃないんですけど。まあ、家支えるか、フミにはなんかそういうね、立派な捉え方しちゃうんだろうな。なるほどね。中3なんてまだ子供だったのに、これから先の人生を家族のために使うつもりだったのか。それこそ子供だったので、他にも選択肢があるってことを分かっていなかったのかもしれません。支援を受けてでも進学して、しっかり勉強してから就職した方が家の助けになれたかもしれないので、それに結局自分の夢を選びましたから。でもユニベールなら学校にいながら稼げるから、当初の目的に沿ってるんじゃねえの？しっかりしてるわ。お前って常に危機感持って挑んでるように見えてたんだけど、他のやつとは違う覚悟があんのかもしんねえな。そっか、だからだわ。なあキサ。ああ、俺さ、ここのシーンな。はい。お前のこと好きだわ。もう俺最初ここでフミのルートに入っちゃったのかと思ったからね。え、うん、言ってしっくりきた。やっぱ好きっぽい。あの、お前って俺にはできねえことやってる感じする。そういうやつは年関係なく尊敬できるんだ。人として認めてくれているってことかな。フミさんにそう思ってもらえるのは嬉しいです。そういう時は、私もフミさんのことが好きですだろ？え？さてと、ぼちぼち帰るかね。また声かけるから付き合ってくれよな。なんせ俺はお前のことが好きだからな。あ、はい。さあ、暇か？街行くから付き合えよ。わかりました、ぜひ。フミとは街に行くことが多いな。お前が入学してから結構経つな。もうだいぶ慣れてきたんじゃねえの？街で会うことも多いし、ジャック経験したのもあって顔つきが凛々しくなってきた。まあ息抜きはできる時にって言ってたしな。てか今夏休みなんだよね。そうですか。カイやスーに揉まれただけはあるな。しかしさ、やっぱ日焼け対策とかなのかな。学生服暑くないか。どうしました？いつ組めんのかね。俺ら期待の新人って主役先輩組と組むこと多いんだ。夏公演の会がそれだな。フミさんと組んでみたいです。フミさんと組んでみたいです。そう言ってもらわねえと俺も格好がつかねえな。でも組むならどっちだろうな。お前、ジャックなのかジャンヌなのか。クロもお前をどう使うのか吟味してる最中っぽいし、お前も伸びしろあるからな。判断すんの難しそうだわ。でも
せっかくだし組んでみてえもんだ。うん。まあこれからチャンスはあるだろう。電話だ。電話か。どうしました？この音の着信音の電話にしてる人珍しいぞ。兄貴だ。兄貴、一助兄貴。え、ふみさんのお兄さんって、ふみさんがユニベールに入ってからずっと連絡一つなかったって言ってたよね。だからお兄さんがユニベールに来た時、ふみさんも驚いてた。ふみさん、私のことは気にせず取ってください。っていうか、この電話の音ってなんかかける側の音じゃね？ああ、そうだな。わかった。やっぱり家のことが絡んでくるのかな。はい、もしもし。え、親父が？倒れたとか。ああ。ああ。うん。わかった。ふみさん。親父が倒れたって。ああ。これから手術するらしい。万が一のこともあるから、覚悟しておけってことだった。来るかどうかは任せるって言われたよ。そういう時はこっちの判断に任せるんだ。ふみさん、どうするか迷ってるみたい。好き。いや、どっちにしようかな。行った方がいいと思いますにするか。いやでもそういうのっておこがましいのかな。好きなようにしよう。好きなようにすればいいと思います。好きなようにか。このまま遊ぼうぜって言ったらお前付き合うの？ちょっとそれは貴様あれなんじゃないか。申し訳ないというか。付き合います。俺がどんな決断しようが受け止める覚悟して言ってんだな。実家戻るわ。うん、わかりました。ちょっと嬉しそう。付き合わせといて悪いな。今度埋め合わせするから。じゃあ気をつけて。もうすぐ日付が変わる。ふみさん大丈夫かな？結構時間経ったんだ。ふみさんの部屋に行ってみたけど、まだ戻ってなかった。今日はもう帰れないのかな。ふみさんのお父さん、大丈夫だといいけど。キサ。あ、ふみさん。どうしたんだ、こんなところで。あ、いえ、あの、どうでしたか。ああ、手術はうまくいって、意識も戻ったよ。へえ、俺手術とかしたことないけどさ、そんなすぐ意識って戻るもんなの？全身麻酔？はあ、よかった。あ、そっか。でももう日付変わるって言ってたから、まああれが昼頃だとして12時間ぐらい経ってるとしたら、まあどんな手術か知らないけど。あ、ふみさん表情が暗い。うん、親父と少し喋ったよ。あ、家を継ぐとかそういう感じか。名前を継ぐとかそういう。ユニベールやめて戻ってこいってさ。あ、それでそのまま寝ちまった。俺のこと幻とでも思ったのかもしんねえな。親父ここのところずっと調子が悪かったらしい。だから兄貴は俺を説得しようとユニベールに来てたんだ。兄貴がわざわざ来るくらいだからなんかあったんだろうなとは思ってたけどさ。今回は持ち直したけど、またいつどうなるかは分かんねえ。後継ぎか。前お前に言われたよな、お家の前を大事にしているんですねって。あれかな、左に描かれてるのは一助兄貴かな、それともふみが家を継いだ時の。その通りだよ。高階の舞はいつだって俺の真ん中にある。継ぐなら俺だってことは分かってるし、
継ぐこと自体は嫌じゃねえんだ。うん。でもさ、どれだけ長い歴史があろうが、その時代に合わせて新しく生まれ変わんねえとダメだ。時代に望まれるものにしなきゃ死んじまうんだよ。だから外に出て勉強しなきゃなんねえんだ。今の俺じゃ高階の舞は守れねえ。そうか、フミさんはお家の舞を守るために家を出て勉強していたんだ。そんなこと言ってる場合じゃないってのは分かってるけどさ、フミさん。素直に話してみたらいいんじゃないでしょうか。素直に話してみたらいいんじゃないでしょうか。素直に。今フミさんの話を聞いて、フミさんがどれだけお家の舞を大切にしているのか知ることができました。うん、まあ親父に、一助兄貴に、フミさんにそういう気持ちがあることをお家の人たちにも知ってほしいです。フミさんの考えを聞けば何か別の答えが出るかもしれませんし。後を継ぐなんて言ったら変に期待させるからずっと黙ってたんだ。ああ、そっか。いつか継げると思える日が来たら言おうって思ってた。でもそうは言ってられなくなったんだよな。でもそうやって何も言わずにここまで来たから、ややこしくなってんのかもしんねえな。うん、ちょっと向き合う時は来たのかもしれない。もっぺんちゃんと考えてみるわ。お前が言ってくれたこと頭に叩き込んでさ、俺のこと心配して待っててくれたんだろう。ありがとな。いえ、こちらこそ。お疲れのところをすみません。いや、元気だよ。お前のおかげだ。今度埋め合わせするから。大変だったんだから気にしないでください。何してくれるんだろう。俺がしての。あ、それなら楽しみにしています。ああ。ん？俺やっぱお前のこと好きだな。ふみはもうなんかストレートに好き好き言ってくるな。すげえ好きだ。ありがとうございます。ライクの好きなんだろうけど、いつラブの好きに変わるんだろうな。お前、俺がこんだけ好きだっつってんのに全然俺のこと好きだって返さねえな。え？今日は本当ありがとな。気が楽になったよ。